こんばんは。第3回キーレインミーティングのお時間がやってまいりました。じゃあまずは自己紹介の方。はい、ピアニストの成田玲です。はい、そしてキーレジャズのベーシスト、イヤキャンディジャズファクトリーのベーシスト、さくらです。よろしくお願いします。お願いします。はい、今日は11月7日、はい、木曜日ということで。そうですね、11月になりましたね。はい、もうすっかり秋だという、噂で、はい、この〇〇の秋っていうのは言いますよね、よく昔からね。そうですね、うん、で今私は携帯の Google でページを開きながら喋ってるんですけど、あなたの秋は何の秋？働く女子に今年の秋を聞くと、1位食欲の秋。そうですよね、これ皆さんそうなんじゃないですかね。これはもう皆さんそうですよね。そして2位読書の秋、うん、これはないですね。ないんですか？ないです。あ、ないんですか？はい、はい、3位行楽の秋。行楽、うん、ああなんか遊びに行く的なことじゃないですか、はい、うんうん、4位スポーツの秋、うん、それないなあれ、桜井さんもないですよね。ないですね。同意を求めて今言ったんですけど、ないけど、ね、ちょっとあまりにもなさすぎてここまで全然ピンときてないでしょ5位、はい、恋の秋。おー、ほーっつって全然ないじゃん。6位、芸術の秋。うん、芸術ね、うん、芸術ね。いやいや、7位以下は略って書いてある。あ、そうなんですか。略されちゃってる。略されてます。やっぱりまあでも僕も食欲の秋ですよね。まあ別に秋に限らずそうですけど、一年中食べるの好きですもんね、うん、なんかでも太ったりしないでしょ。だって何なんすか何なんすか何なんすか一体。いやまあ太らないように気をつけていた時もあります。今はそんなことないんだ。今はもうどんどん痩せてきます。食べないと。なんなんすか本当に。大変なんですよ、あの維持するのも。あ、そうなんですか、うん、もうヤングドーナツとか食べた方がいいですよポテチ食べたのにコーラ一気飲みとかした方がいいですよ。もうすぐ太りますからデブエット。デブエットですか？デブエットのすすめ、はい、そうデブエットしてください、はい、体に悪いものをどんどん取り入れていかないと太りませんよ何の話かね。何の話ですかね、はい、いや皆さんはね、何の秋でしたか、うん、でしたでしょうか。でしたでしょうか。桜井さんは？いやこれね、あ、もう全く共感できない感じですか？そう、結構ね共感できないですよね。秋になると、ただ春と秋に必ずかかる病気があって、はい、咳が止まらない病気になるんですよ。あ、季節の変わり目、はい、なんかすいません、はい、なんか体の体調の話になってそういうお年頃そういう年頃だからなんか季節の変わり目って結構やられません？喉をやられたりして、うん、あの僕は花粉症がそれにもうね、うん、ぴったりあの、はい、はまっちゃうんで、もう大変です。春も秋もそう。春も秋もそう。なんかあ、春は杉で、秋がブタクサとか、ね、そうなんですけど、まあ、結局いろんなものに反応してるんだと思うんですよね、うん、杉だけじゃなくてヒノキとか、うん、はいはい、まあ、ブタクサもそうですし、うんうん、ね、花粉症の人は辛い時期だなと。そうなんですよ。私はあの咳が止まんなくなるんですよ、うん、なんか 何病か分かんないですけど。であのフラベリックっていう薬ですか？薬、うんうん、マジこれ皆さん気をつけてください、あの音楽関係の方。 あれだピッチがそう、うん、あのね、半音下がるの。その話は結構有名ですよね。咳止めなんですけど、うんうん、何も言わずにお医者さんに行って咳止めくださいって言うと、うんうん、そのフラベリックが出される可能性が結構高くて、うんうん、なんであの副作用で音が半音下がるっていうのを知っておかないと、うん、マジで私音楽人生終わったと思いましたから。大変ですよねそれはもうなんかレコーディング中にその咳が止まらない病だったんですよ、うんうん、はい、で私前日その曲レコーディングしてて、でフラベリック飲んで次の日また同じ音源聞いたんですよ、うんうん、そしたら音キーが違うんですよ下げたみたいな、キー違くないみたいになって、うんうん、あ、私耳が終了したんだと思って、マジで、あ、もう終わりました、ありがとうございました今までってなりました。あれですよね、あのバイオリンとか、まあ、ベースだったらフレットレスベースとかね、あの自分でピッチを作る楽器はもう特に大変ですよね、うん、そうなんで、あの、うん、もう皆さんフラベリックだけは
気をつけてください。デーダスの気をつけてくださいマジで、はい、ということがありました。はい、なんでちょっと早速コーナーの方に、そうですね、はい、行きたいと思います。第3回目キーレイミーティングではですね、場所紹介コーナーというのをやっていきたいと思います。うんうん、今までお互いいろいろ地方とかね、そうですね、行くじゃないですか、はい、それのマイフェイバリット場所、うん、的な、あ、いいですね、ところを紹介し合うっていうのはいかがですか。うん、いいですね、はい、はい、まあ、本当にね、うん、ツアーとか、まあ、普通に旅行でもそうですけど、うん、あちこち行きますよね。行きますね、あちこち、ね、音楽家は、はい、本当に私は外国はそんな行く機会ないけど、いやいや先輩しょっちゅう行ってますもんね。でもやっぱりツアーの仕事が長かったんで、うん、もうすぐ全県制覇はできましたね。ツアーは三河さんので回られたんですね。はい、三河健一さんのツアーをねずっと長いことやっていたので、うん、はい、全県制覇、全県制覇、すごい、私もまだ全県制覇はしてないな。あ、行ってないとこあると思う。 あれですよね、ポップスのミュージシャンの方っていうか、まあ、アーティストの方っていうのは割と主要都市が多いじゃないですか。東名阪ってよく言いますけど、うん、とか、あと、まあ、札幌とか、まあ、そういうとこが多いですけど、やっぱ演歌歌謡曲の世界はもうなんとか市じゃないんですよね。はい、なんとか町とかなんとか町とか、本当田んぼのど真ん中の体育館とか、温泉街とか、あと本当ね、山の中とかね、うん、結構多かったんで、いいですね、それはね本当いろんなとこに、うん、行かせていただいて楽しかったですけど ね、 うん、なんかよりこうローカルな、ね、そうですね、ところ見れますよね。はい、まあ、移動は過酷でしたよ本当に、はい、うん、いいですね。なんかその中でこう、はい、マイフェイバリット場所、そうですね、まあ、本当にたくさんあるんでね、ずっとこの話は続けていければなと思うんですけど、うん、まあ、最近のマイフェイバリットな場所というかよく行ってるのはやっぱ長野県ですね。ツイッターにもよくアップしていますけど、ちょっと長野県とご縁があって、ここ2年ぐらいですかね、もうほんと数ヶ月おきに、行ってるんですけど、その中でも今回は、紹介したいなと思うのは、おばすてという場所があるんですけど、あれはそれは日本の昔話の伝説の、はいはい、一般的にはね、うばすて山っていう方がね、うんうんうん、よく知ってると思うんですけど、うん、おばすて、おですね、おばすてという場所が、はい、あって、でそう聞くとなんか怖いところなんじゃないかとか、うん、ちょっとどんよりしてんじゃないかなとか思うかもしれないんですけど、本当に綺麗な棚田の場所なんですね。棚田ってわかります？ちょっとわかんなかったですね。あ、わかんないですか。段になってるみたいなこと。そうです、段になってる田んぼです。あ、段になってる田んぼね。そうです、そうです、棚田、わかりました、はいはい、棚田というものがあるんですが、まあ、もちろん日本全国棚田っていうのはあちこちにあって、よくね写真家の方々も棚田百選みたいなので、棚田ばっかり撮ってる人とかいらっしゃるんですけども、そのおばすては、田んぼ一枚一枚が割と小さめというか、だから写真で撮るといっぱい田んぼが写るんです。その1枚の写真の中に田んぼがこういっぱい無数に写るっていう、うん、でもう本当に長野の夜景とかもう一緒に撮ることもできるんで、すごく眺めもいいし、そういうさっき言ったそのなんだろう、怖い感じとかどんよりした感じっていうのはもう全くなくて、すごい開けた、すごいオープンな感じの綺麗なとこなんで、おすすめですね。それ一般人入れる？入れます。ちゃんと駐車場もあって、中に入ってもいいことになってます。あと実はその田んぼ自体がオーナー制度の田んぼなんですよ。オーナー制度、そうだから、例えば桜井さんがこの田んぼの田んぼを借りる、うん、でそのお米は桜井さんが収穫できるみたいな、うん、いできるんですよ。それいくらぐらいかかるんですか、ね、いやそんなに高くないみたいですよ。じゃあキーレイ田んぼ、いやだからそう思ったんですよ。キーレイ米を売ろうかみたいな。何屋になるのか、どこまで手を出すんだ、何屋になるの。あでもキーレイ米もあってもいいかなとか思ったりね、うん、いいですね、キーレイ米、うん、あれですよ、ちゃんと桜井さん草取りとか行ってくださいよ。あ、行きますよ。本当ですか？そりゃ行くよ。あれじゃないですか、草取りって言ったら私だからね。修学の時とかしか来ないみたいな感じじゃないですか。いや行きますよ、もう週一で行きますよ。行きすぎ、行きすぎ。また来たで、あの人また来たって言われる、うん、まあ、そういうねオーナー制度の田んぼもやってるみたいなので、ぜひね興味のある方は
それを見てみてもいいんじゃないかなと思います。あ、いいですね、うん、ちょっと行ってみたくなりました。あとそう、オバステ駅っていう駅があって、うん、そこの駅からもその田んぼを見ることができるんですけど、うん、その駅もね、本当綺麗な駅なんで、うん、ぜひ鉄道ファンの方は、うん、そこもおすすめな場所ですね。すごい、うん、なんかすごい行ってみたくなりますね、先輩の場所、うん、紹介で、すごいこんな綺麗に紹介できないな私多分いや桜井さんにもちょっと期待してますんで、はいはい、僕からは、おバステ長野県ですね、はい、おバステを、今回は紹介しました、はい、うわ素晴らしい素晴らしい。じゃあ私はですね、はい、最近、まあ、すみませんまたウクレレの話ですけど、はい、ウクレレに目覚めるきっかけとなった地がありまして。ハワイですか？違います。あ、違うんですか？ハワイは行ったことがないです。あ、そうなんですね。福井県にですね、はい、私のツイッター見てくださってる方とかはもう知ってると、知ってくださってる方はたくさんいると思うんですけど、福井にウクレレクラスタっていう、はい、ウクレレショップと、ウクレレ教室とカフェをやってるお店があって、うん、でそこのオーナーがですね、私の音楽院の時の同期なんですね。あ、そうなんですか。そうなんですよ。だから先輩とも多分かぶってると思う、そうですよね。でも1年で辞めちゃったんです、その。あ、そうなんですね。そう。もともとそのジャズギターとかが好きでやってたんだけど、はいはい、そのウクレレを私がウクレレでジャズをやってる CD を聴かせたんですよ、うんうんうん、その岩佐くんって言うんですけど、うん、その岩佐さん聴かせたら、なんかこれはウクレレじゃないっつって、ほう、ギターだっつって、もうずっと言ってたんですよ、その後2時間くらい、うんうん、いやウクレレなんだってって言っても、いや違うこれはギターだっつってずっと言ってて、でその彼が福井で今その施設をやってるんですよ、ウクレレ屋をやってるの。すごくないですかこの話。それはウクレレをもともとは、ウクレレをやってたわけじゃないの、もともとギタリストになりたくてこっち来てたから、うん、でもそのウクレレジャズで、ウクレレでジャズをやってる CD を聞いて、で地元に帰って、うん、ウクレレ熱が、へえ、だからそんなこともあるんですよね。そんなこともあるんですね。 そんで、その楽器フェアで、楽器フェアってその年に、うん、ありますね、あれ、年に1回だか2年に1回だか、そういうとかやってるじゃないですか、はい、そこでばったり会って、はい、その岩佐君に、うん、で今そういうのやってるから、あ、大きいイベントがあるからちょっとベース弾きに来てくれって言われて、うんうんうん、で行ったんですよ。そしたらもう何でしょう、岩佐君ってもともとその先輩みたいな性格の人だから、物の良し悪しみたいなのを見るのがすごい得意な子で、うん、何でしょう、うん、そういう性格の人がですね、お店をやると、うんうん、本当にいいものしか置いてないですね、店に。あ、いいですね、これもいいね、これもいいねって、うんうん、どれを弾いても素晴らしいウクレレしかなくて、うんうん、そんでなんか何でしょう、なんかまったりウクレレ部とか言って、そのカフェ、奥さんがカフェをやられてるんですけど、みんなでお昼ご飯を食べながらウクレレ楽しく弾ける、そうで、ウクレレはいいものがたくさんある、でウクレレの先生もいるから習える、うんうん、めちゃめちゃいいとこなんですよ。へえ、住みたいの福井。あ、そうなんだそこまでの熱がそうすごいですね。なんかウクレレ熱っていうか、そこまでこう引き込む、ね、うん、力は。そう、岩佐さんもだから福井でそのウクレレの普及を頑張ってるわけですよ、はいはい、ウクレレオーケストラとかもやってるんで、うーん、そのウクレレパートに分けて、うんうんうん、そのウクレレオーケストラとかもやってて、すごいウクレレが活性化してる福井で、なぜかすごいですねそう、そこにね、うん、行ってみてくださいぜひ皆さん、はいまあ、岩佐くんに会ってきてくださいっていうあれかもしれないけど、でも楽しそうですよね。そう、楽しいんですよ、すごい。そんで、何でしょう、有名人が来るんですよ福井に、はい、その岩佐くんがウクレレ熱がすごいから、うんうん、有名人を呼んでそこ生徒さんに見せるの、うんうん、そのクリニックをやってもらって、だから福井に住んでるとウクレレの有名な人めっちゃ見れるんですよ。あ、東京で見れないのに。もうハワイですねなんかだからそういう不思議な場所ですね。へー、そう、そこがマイフェイバリット場所です、最近。いいですね、あと福井は恐竜、うん、そこは私あんま知らないですけど、恐竜だっけ、化石、あ、そう、化石がなんか日本一出るんだかなんか、うん、あとサバエのメガネが
あ、メガネ有名ですね。メガネが有名っていう、はい、サバエさんのメガネね、はい、っていうのがありますんで、うん、ぜひ皆さん福井に遊びに行ってください。はい、はい、じゃあ我々の曲聴いてもらえますか。そうですね、曲紹介頼んでいいですか。え、いや桜井さんお願いしますよ。なんでこの間私したからして。いやいや桜井さんなんで英語力をこうね。じゃあ聞いていただきましょう、はい、レインインスペース。
レインインスペース聴いていただきました。この曲はどんな気持ちで作られた曲なんですか？ああそうですよね、これまだ多分紹介したことなかったかもしれないですね、うん、ちょうどいいですね、うん、まあレインっていうぐらいなんで雨なんですけど、うん、インスペースは宇宙ですね。だから宇宙に雨が降ることってあるんですか？いや知らないです。知らないですよね。いやいやあるんですかって。びっくりしました。でもなんか、うん、あるのかな、もしかしたらあったらあれなんですけど、まあ普通に考えたらないじゃないですか、うん、だから地球の外で宇宙の中で雨が降ってるたらどうなのかなっていうイメージを、うん、ああ、はい、イメージで書いた。そうですね、うんうん、すごい深いですねそんな感じで曲書いたことないな、はい、どんな感じで曲を書いてるんですか？どんな感じでってあれですよ、もうなんかなんでしょうね、自分の中から出てくるものみたいなのがあんまりないので。あ、じゃあそうですね、俺におーって言うと思って、はい、ないから人から聞いた話とか、なんか何かになってみるとか、うーん、例えば氷川丸の歌だったら船になってみるとか、はい、船の気持ちになってみて書いてみるとか、歌詞が多いですね先に。あ、なるほどね、うん、歌詞でイメージを膨らまして、うんうん、メロディをつけていくみたいなのが多いです、うんうん、そう、だから人によって全然違いますよ、確かにね、曲の作り。そうですね、はい、というわけでですね、リクエストコーナーの方に、はいはい、行ってみたいと思います。はい、じゃあツイッターネームひらがなの日さんから、はい、桜井さんの編曲についててんてんてん、うん、ということでリクエストいただいてますけど、はい、編曲についてどう思ってんのかっていうこと、先輩がどう思ってんのかあ僕がですかってことじゃない、僕がっていうか、だって私の編曲はあれですもん、私がどう思うが編曲は編曲ですしょうがない。なんで開き直ってるんですか開き直ってる開き直ってる。ちょっと知らない方のために一応いろいろ質問しようかなと思うんですけど、うん、はい、何がダメなんでしたっけ？まず、うん、野菜全般、うん、どんなものでも葉っぱ も根菜 もトマトはいける。あ、野菜、あ、根菜もいけます。あ、モサモサになるやつ好きなんですよ。モサモサ好きだね。芋とか、うんうん、あ、芋、かぼちゃ、はい、栗、あ、女子ですね。いけます。もう芋、栗、かぼちゃという女子の好きな野菜ですね、はい、うん、葉っぱですねきっとね。香草とかが多分、まあ、香草はねそれなりにちょっとハードル高いかもしれないですけど、うん、なんか野菜、まあ、レタスとかキャベツもあんまり得意じゃなくて、でもドレッシングでびっちゃびちゃにすれば食べれるそれ逆に健康なのでやめた方がいいかもしれないですね。もうドレッシングつけちゃうみたいな、葉っぱをね、葉っぱをね、うん、ぐらいの感じると食べれますね。それからあと魚、魚は別にそんなにそこまで嫌いではないんだけど、うんうん、ブツブツ出るから、あ、それはまあしょうがないですもんね。そう、しょうがないですね。そうだから魚っていうか魚介含めてってことですよね。魚介含めて、ね、うん、だから野菜、魚介、うん、です。肉はいけます。どんなんでも。いけます。おお、肉食？肉食ですね。肉食なんですか、ね。肉食女子ですね。うん、でとてもだから好きなのが炭水化物とかなんですね。あ、そうなの？あとお菓子。炭水化物そんな食べてたっけ？まあお菓子のが好きですよね。まあそれは。全般お菓子好き。何でしたっけ？チョコレートを。おかずに、違うな、何をおかずにチョコレート食べるんでしたっけ。チョコレートおかずにチョコレート食べるじゃない。そのまんまです、そのまんま全然いけますよそれ。チョコレートだから皆さん結構プレゼントしてくださるんです。あ、そう、もう本当ありがとうございます皆さん、いつも。いや本当にいつもありがとうございます、はい、いつもありがとうございます。僕は家に帰ってから食べるんですけど、桜井さんはもう帰りの途中の車の中でもうない、もうないですね、うん、助手席でこうやってガサッて開けてますから、ね、こうやって運転しながら信号で止まるたびにこうガサガサッて開けて、もう家に帰る頃にはないんでしょ。そう、こうめっちゃ美味しいやつじゃんって言って、うんうん、うまって言いながら運転してます本当に喜んでるんですよ心から、うんうん、もう本当に大好きで、本当に喜んでるんですね、はい、嬉しいですね。皆さんいつもプレゼントしてください。中華はいけるんですよ、はい、素材の味がないでしょ中華って。あー、そういうことか。だから先輩が嫌いなタイプの、いや中華は好きですけど、
確かに僕は素材の味を楽しみたいタイプですね。うん、中華は、うん、タレとかでびっちゃびちゃになってるから全結構いけるんですよ。なるほどね。結構いける。じゃあフランス料理みたいにもうなんかあの見た目がわからないぐらいになってるっていうのはどうなんですか。そうだから、うん、あれなんですよ。すごい困ることがあって、うんうん、あの結婚式に友人の結婚式とかにこうさ、はい、出るじゃないですか、披露宴で何かわからないものが、うん、テーブルの上に出てきますよね、うんうん、でこれは何だろうと思って、うん、なんかちょっといじってみたりするんだけど食べれなそうなんですよ。なんか何かわからないものを口に入れたくないんですよね。わかります。あ、慎重派ですね。加工されすぎて、うんうん、何かわからない、どんな味がするかも想像がつかないものを口に入れられないんですよね。なんか食べてみて、あ、絶対これ甘いわっていう見た目でめっちゃイクラみたいな味したら、うんうん、うわってなるじゃないですかそのびっくりがすごい嫌いなのなんか分かります。分かるかな、なんだろうな、そのびっくりがね、もう耐えられないんですよね。あ、で食べないで置いとくじゃないですか、うんうんうん、そうすると私のテーブルの上は下げられないから、ウェイターさんがそうか、増えてっちゃうんですね。うわって増えてって、うんうん、ごめんなさいみたいな気持ちになります。なんかダメですよ、皆さんはそんなもったいないことしたら食べ物を粗末にしちゃいけない。そうですよ、粗末にしちゃいけませんよ。食べ物を粗末にしちゃいけない、うん、いけないけど、そういう心の病気の人もいる心の病だそれ心の病ですからね、もう正直ね、闇は深いです、はい、じゃあそうか、そういうもう形がわからないのはそれはそれでまたちょっと困る。そう、だから味が分かってればいいんですよ、はっきり、うんうん、どんな味がしてるかとか原材料は何かとかが分かってれば大丈夫なんだけど、はいはいはい、フランス料理はそういうところが苦手ですね。なるほど、うん、先輩全然大丈夫。いや大丈夫ですよ。あの食べますというか、基本的に僕は好き嫌いがないので、うんうん、皆さんお手本にしてください、良い子の皆さんは。まあ、食べられないというかそのアレルギー的なものでちょっと苦手なものはありますけど、はい、僕あれなんですよ、ニンニクと生玉ねぎはダメです。猫と一緒です。猫と一緒です。猫与えちゃできないでしょ、あれ。そう、ダメですよ、玉ねぎは。そう、なんでぐったりしちゃうんですよね、食べた後に。それ猫なんじゃない。いや、わかんないけどそれ猫なんじゃないの。もうでも猫、チョコレートもダメだよね。そう、ダメ、うん、僕チョコレートは大好きです。あの苦いチョコレートは大好きです。チョコは甘いからチョコなんですよ。いや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 、カカオの味がするからチョコなんですよ。違います、もうブラックサンダーみたいなやつが、もう砂糖じゃんこの不毛な言い争い、この言い争いね、不毛な言い争いが、うん、そうだから基本的にそのなんか嫌いでっていうか嫌いで食べられないものっていうのはあんまないかな。あ、一個だけあります、はい、ゆで卵。なんで普通じゃない、だってあれって普通っていう。桜井さん的に言うとモサモサのとこと、そうそう、割とモサモサして好きです。ちょっと独特の異様臭というか、うん、でも温泉卵は大好きなんです。あれの方が異様臭きつくないですか。うん、確かにそう言われてみればそんな気もするんだけど大丈夫ですか、それ曖昧じゃない、なんかそれ、いやいやラインが大丈夫もそれ半熟もダメ。まだでもそんな得意ではないですね。結構、うん、あれですよ、マヨネーズとかバーかけて食べる。だからそれはあれですよね、ごまかすというか違う方向に持ってってますよね。そうそう、マヨネーズ加えれば大体いけますからうん、それ以外なんか別にあれが嫌い、これが嫌いっていうのはないかもな。すごい、でもバランスよくね、うん、そうですよ、バランスが大事ですね、はい、バランスよく食べてください皆さんは、はい、ぜひ。じゃあそんなところで、はい、第3回キーレイミーティングお別れの時間にしたいと思います、はい、じゃあ次回はいつもやってますね、これね。次回は11月21日。そうですね、はい、はい、にまた皆さんにお目にかかれればなと思います。リクエストの方もトークテーマですね、はい、そうですね、リクエストの方もどんどん受け付けておりますので、はい、はい、ぜひコメント欄、あとチャンネル登録とかもしてくださると、ね、そうですね、そうですよ、いいかもしれないですね。チャンネル登録お願いいたします。ぜひぜひよろしくお願いいたします、はい。じゃあそれでは皆さんごきげんよう。